こんにちは、平井博明です。今回はですね、インパクトゼロできない方に新たなヒントとして一つちょっと出させていただきますけど、平井博明のワンナップゴルフ、右手を使ってインパクト戻してくださいっていうのが大まかな自分が言ってきてることなんですけど、インパクト例えば戻んなかったり、右手使うとうまくインパクトできなかったりっていう方結構いらっしゃると思うんですけど、そもそもインパクトゼロができないっていう方に最近ほどヒントって言いましたが、一つだけ意識していただきたいポイントがあって、とりあえず今やってる理論全部頭の中捨ててもらって、インパクトゼロをやるためにフォロースルーのこの角度、腕が3時の方向、画面上でいうと3時の方向に向いた時にクラブが腕に対して90度で立つこと、これが絶対、もうどんなこと理論何もかも忘れていいんで、とにかく打ち終わった後にここの姿勢で止まってることを最優先して動いてもらうと、もしかしたらインパクトゼロができる可能性が出てくると思うんです。それがちょっとやっていただきたいポイントですね。スイングの大きさはフォロースルーがここの意識なんで、バックスイングも9時の位置でいいです。9時から3時までの間の動きで、足の動きだったり体の回転っていうのはなりに使ってあげていいです。使いすぎだったり使わなすぎっていうのは、まあ、どっちかって言ったら使わなすぎの方がいいですけど、もうこのまんまでもいいですよ。ベタ足のまんま9時3時でこの状態ですよね。でキープして打ってあげるとより戻しやすいんじゃないかなって思ったんでこの動画撮ってるんですけど、どうして撮ってて立てられたらインパクトゼロができるの？俺がよく言ってるのは、どうなっちゃうのがスライスの原因って、俺めちゃくちゃ9割とか何って言ってたっけ、出ましたね。そう、振り遅れてるから、結局振り遅れってクラブが寝たりとか振り遅れるって この横向くじゃない。ここで立てようとしてクラブを例えばリリースしてコックしたら、こっちにコックするんだよ。これ向こうにクラブ出さなきゃいけないのに逆方向にコックしてるじゃない。結局こうやって使うから、だから立てらんないのよ。こっからブリンつって立てたら、まあまあ無理だけど、そんなのできないじゃない。そうだから、ここで立つためにインパクトを、クラブをこうやってフェイスをインパクト、これはゼロになっちゃうけど、ここで準備して、ここにこうなるようにここで準備してって、どんどん遡っていくと、結局ここに戻すためにインパクトゼロを勝手にやった後にここに立たせるっていう動きになるから、あれでも右手が追い越してなかったら、そう立てらんない。そうなの、そうなの。振り遅れてる状態、クラブが寝てる状態っていうのは、左が常にこうやってリードしてるじゃない。立たない。でもフォロースルーでさっきの形って、右手が必ずこうやって左を追い越そう、そうさっき登録の言ったようにこう追い越してるじゃん。こういう状態を作るためにはインパクトゼロを迎えた後じゃないとできないから、そうだからインパクトゼロがもう気づかない間に出来上がってる可能性があるんだよね。そうだからここでこうやって立たせるイメージのスイングをしてあげることを最優先。これだとインパクトゼロが知らずとしてできてるかもしれないんで、ちょっとやってみてほしいな。これそっか、そこで立てるためには、うん、もうそこで立てるのが間に合わないから、その前でやろうとするわけ。そう、そこにするためにもっと前から、そうそうそう、立てる準備をするから、うん、結果インパクトゼロになってるかもって。そう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 。だからそれちょっとやってもらいたいな。何きっかけでね、どのイメージで、そう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 、わかんないじゃん。そう、その人がね、うん、意外なねイメージからできる人もいるからさ。うん、ここイメージしたらじゃあうまくできるよっていう人もいれば、そう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 、どっちもいて正解だから、これもどうですか、あれもどうですかっていうのをやってもらいたいなと思って、あとはそれ言っちゃったら、うん、そもそもフェイスアングルを変えないノーコックにしてみたりとかね、そういったなんかあるじゃない、うん、フェイスをボールから反らさないみたいな、そういうのもやってみるのもいいと思うし、その中でそのあこれいいんじゃないかなって思いついたっていうか、やってもらいたいのが、うん、このここで立てること。あ、まあでもこれはインパクトゼロ関係なく、うん、ゴルフの基本だから、うんうん、やってもらいたいけどね、そもそも、うんうんうん、あの9時3時のところでクラブが立てて、うん、立てる、うん、この動きっていうのはどんな球打つにしても取り入れてやってほしい、うんうん、それちょっと練習場でやってみていただければと思いますので、はい、うん、今回はですね、インパクトゼロがちょっと難しいなと思う方にもうワンポイントですね、アドバイスとして動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。